なのになぜ恐怖を感じるのか。それが実はヤクザに対抗するためには役会社に入る時とかにやっぱり入れなかったりとか、そのかなり社会的に制限されることは多く、男気出して刑務所行って、男気出して指飛ばして、男気出して組織に尽くして、残るのじゃ自己満足しか残らんからね。今になって思うことはそういうふうな、まあ寂しい哀れな存在の暴力団でしか思い浮かばんね。You know, the Yakuza is these guys, you know, wielding swords and tattoos and missing fingers. You know, what you should be thinking of is the modern day Yakuza is Goldman Sachs with guns.武士道、任侠道、こういうものは失われつつありますね。今のそうですね、経済ヤクザ、これに対してはすごく、その日本の危機を感じますね。